イスラエル海軍博物館は、地中海に面したイスラエル北部の港町、ハイハーにある、イスラエル海軍に関する展示を行う、軍事博物館。正式の英語表記では、クランデスティン・イミグレーション・アンド・ネーバル・ミュージアムとなる。ヘブライ語の名称を、アルファベット表記した、キール・ヘクタール・ヤム・ブイ・ヘクタール・ハー、アポロ・ミュージアムなどの表記も見られる。この博物館は、 ハイハの海岸沿いではなく、内陸に300メートルほど入ったところに位置し、過去にイスラエル海軍に所属していたコルベットや潜水艦を地上展示している点が特徴的である。これ以外にも、関西用の火宝や魚雷などを屋外展示しており、屋内ではイスラエル海軍の歴史やヨーロッパ各国のユダヤ人をパレスチナに移住させる活動の歴史に関する展示などが行われている。 隣接する敷地には昔の海洋技術について展示したイスラエル国立海洋博物館があるほか、エーラート事件にて沈没した駆逐艦エーラートの残骸の一部を展示したメモリアルサイトもある。ありがとうございます。